ラウンズフィッシングでございます、今日はね佐賀県の方に、お邪魔しております。伊万里湾ですね、場所はですね琴岬島のなんとかでいただいた、さっきからご案内役の方に後から、詳しく説明したので、とりあえずね朝まとめなんでちょっとねパパッと仕掛けを作ってちょっとやりたいんですよで、今日の仕掛けね、島のアートレーター、04530、今日はねハイパーホースの C2000DXG に、レバー変えたやつね。で道糸は、ワールドプレミアムの今日は 1.2 号でございます。そして浮きがですね、木桜オーチェント60の L の00ですね、あとは普通の、やっていきたいと思いますね。アリスバーシーガーグランドマックス FX の 1.5 号です。かぶりそうだな大丈夫、ちょっと高台でやろうかちょっと怖いな。本当に確認しようとしたんだけど、あとね1時間ぐらい潮上がるんですよ。ちょっと怖いな。いや逆光だからこのバッテリーの立ちがいいなと思ったんですけど、あのバッテリーの形がすごいですね。特にね場所はすぐ変えてやりたいと思うので、ちょっと怖いわ。ちなみにハリーは金龍の勝負チヌの黄色いやつね。はい、ではねやっていきましょう。おお、今ねね沖の方にフェリーがねこう通ってもう見えなくなってたけど、その波が来てねちょっと結構危なかった。後ろの方バシャーンとね、なりました。危ないねはい、お魚の方は特に異常はございません。なんだろうね、ちょっとこう右に行ってんのかな、こっちに投げてもこういく感じ、こうでここ下りっていうか、なんだろう、藻がね見えてるんですよね。だからその付近を狙った方がいいよみたいな感じなんだけど、まあ結局こう行くからいい感じに行ってるといえば行ってるんだけど、まああんまり、餌も何も取られないかな。はい、そんな感じですね。釣れないのでご飯を食べます。なんて言うかな、8時10分ですね。もう満潮いっぱいぐらいかな、置き竿にしてとりあえずこの半額の三色弁当、海苔弁当を食べますね。今日のジュースはクーの1.5 リットルです。伊集院さんは頑張って釣りをしております。また釣りますよ。頼むよ。伊集院さんかけました。ちょっと
っと逆光やな。まあまあな、50ちょっとあるな、56ぐらい。え、タの絵がついちゃう。タイの絵やったかな。わー、これでかいね。首振りが大きいわ。さすがやりますな。おお、おお、でかいでかい。57、8あるな。なんだちょっと変わったやつ。うん、今ちょっと潮が変わったなと思って。変わえ？こんなに。これはリリースですか？待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。今日52センチ以下はリリースって。リリースですよね。かみしめない。スカリに手が。あ、スカリに手が。はい、とりあえず食ってきたのはベラでした。俺にはこんなのばっかりなのかな。まあ、でもやっとね、でも発生がなんか上がったのかな。潮がね、ちょっと速くなったんだね、ビューと。ベラが食うってことはそこまで仕掛けが入っているんだよね。よし、釣れる気はしないけど頑張ってみよう。頑張ってみよう。おはようございます。こんにちは。福岡市南区の伊集院です。こんにちは。こんにちは。もうおかしくなってます。天気がいいっすね。だんだんもう心が折れんように。折れないように。そうですね、もう一匹釣ってますもんね、ここに。まあね、なんかね、よくわからんうちに。よくわからんうちに。ありましたけどね。渋いですね。渋いですね。渋いですね。でも何も食わんですけどね。餌を取られないですもんね。何でしょうね。何ですかね。何なんでしょうね。さっきこれちなみにどうやって釣れたんですかね。さっきはですね、オキアミの頭取りし、お尻取り、はいはい、頭掛け、遠投。え、頭取り、お尻取りの頭掛け？頭から掛けですね。あ、頭から掛けね、はい、あ、で、思いっきり投げたんですよ。おー、そしたら、そこに着く前ぐらいにビーッと立ちて、パチッときましたね。おー、あー、落ち込みの時か。それははっきり分かりました。でもそれだけですね、今まで。それだけ。今日は厳しい。寒いし。寒いですね。寒いですね。心が寒い。心が寒い。温泉行きましょうか。温泉行きましょうか。もう大会なんかどうでもいいから。はい、このチームもリリースして。言っちゃいましたね。リリースして。リリースして。もう大会なんか持ってかんでいいけど、もう温泉行った方が。食べましょうか、ここでとりあえず。あ、食べますか。食べましょうか。ナイフあるんでさばけますよ。ナイフもあるし、あの神経締めのワイヤーもあるんで。おお。神経締めしましょうかね。あ、神経締め全然できますよ。本当ですか。触りもしませんもんね。ちなみにここ場所はなんてとこですかね。ここは福島の、福島飛島っていうのがあって、はい、こっちだと思うんですけど、この島が、この島が小飛島。小飛島、はい、ちっちゃい飛島、ちっちゃい飛島の西の離れっていうところ
あ、ホットケーキミックスです。ホットケーキミックス、なんだっけ、麦付きもうあの戦略もおかしくなってきてますそれでさっき壊せたんですか。それでさっき壊せたんですこれ触りもしませんね。あ、触りもしません。雨ですね。なんでしょうね、水温でしょうね、もちろんね、まだね、やっぱそうですね、やっぱ、ね、多分俺は雨の降った影響がちょっと出てるんじゃないかなと思うんですけど ね、朝のうちちょっと日が差したんで、これはちょっとしたなと思ったんですけどね。そうですよね、だけど結局ね、もう空一面黒いっていうか、さっきパラパラっとさっきパラパラ来ましたもんね雨降りましたし、ね、多分ですね、今からあと30分ぐらいでチャンスタイムが来るんですよ。あと30分でチャンスタイム、はい、だからその時に多分5、6枚はその30分後の理由は、あ、根拠はないですけどね。根拠はない、根拠はない、なんかそんな匂いがするんだけど、あ匂いばっかりですね。根拠ばっかり、根拠はない、匂いだとか雰囲気だとか。でもこれどっち流れが本命なんですかね。どうなんでしょうね、あっちで暮らすっていうことはこっちでいいはずなんですよね。ずっとこっちに流れ、あの、ね、そうそう、あのもう沈み瀬がここあるけど、あっこにガンガン流れよんけど、ガンガンですもんね、ゆっくりちょっと早いですもんね潮中か。サボリナット活性が出てくればまたいいんやろうけど。そうですね、結構右流れやもんな。やっぱりこっちですもんね、やっぱそうですね、うん、当てるわけでもなく割りかし行ってくれるけど、うん、早いんですね、でもね、早いです ね、結構激流な感じで流れますもんね。そうそう、もう一匹追加した方がいいと思うんですけど。何よ、チッチには追加ですよね。もうね、次釣れた大きいのはすぐさばきますさばかれるんですね52センチだったらすぐさばきます。あの皮だけ残しててください、一応権利はありますから。あ、皮だけ皮と尻尾だけ残しておいて、ね、くっつけておいてお願いしますちょっと一瞬変わった時に何かが起こりそうな、どうなんや。そうですね、たまにね、こうちょっとふらふらしようっけ、うんうん、どうなんかな、もうちょっとこう安定してやってくれないと、こう先端の方ですからね、うん、それでいうなんか突端みたいな、なんかそんな感じのとこなんで、うん、なんかこう竿も曲がってるんですかね、向こうにも。そうですね、まあっちの方にもなんか2人おるし、あそこのなんか違う木がとかにも結構。そうですね、東大の方に 1,2,3,4,5,6 人はいますね狭いや、だからずっとなんか長いですね。そうですね、こっちは多少風よけになってますけど寒いね、あもう一丁ぐらいなんとかしたいですね。そうですね、あと3時間もう早いもので、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいます。そうですね、あと3時間になってしまいました。遠くが来るとどっちかちょっと移動時間の方が長いような気がしますね。僕らまだいいですからね、そのね、でも1時間ちょっとぐらいである。あね、大分はやっぱね、カナダで。それでこの有様じゃすいません。お呼ばれしてちょっと来たんですけど。
思ったよりもちょっとこうチームの状況は悪いというか、ただ釣り切らない可能性もちょっと なくはないんですけど、もう8分近く喋ってますけど他に何か大丈夫です、ちょっと30分でミラクルチャンスが来ますので、あれ、はい、さっきも30分ちょっと楽しみにしてください。55グラムでお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。